どうもこんばんは。アニメリアク職人こと、マジダルミニハマです。現在2024年の11月1日金曜、午前3時25分ですね。はい、木曜日の深夜はもうリアクション4本。まあ、ほんまは5本なんですよね。あるんですけども、今4本終えまして、この時間ですが、今日はまあ8時半には起きてですね、響けユーフォニアムの、浜大津の、大津戦フリーパスですね。いよいよ今年最後のやつ、買いに行きますんでね。ちょっと、この時間から撮影です。はい、なぜかというと、寝てないアピールのためですね。まあ今日もね、また先月に引き続き、ベス君がですね、まあどうせ行くんで一緒にどうですかというふうに誘ってもらってるんでね、まあそこはありがたいですね。ということで、今から寝る準備して寝ます。リポートお楽しみに。はい、ということで3時40分ですね。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今起きたところですね。現在8時40分ですね。さあ今日もね、ベス君が一応9時に迎えに来てくれるということなんで、パパッと準備します。はい、ということで、8時57分ですね。ベス君今日もよろしく。はい、ね、さあどんぐらい混んでるかね、ちょっと不安やね。最終月やからね。いや大丈夫だと思いますよ。大丈夫と思うけどね。そんな混んでへんと思いますけどね。と思うけどね。レポートお楽しみに。はい、UFO の看板、UFO の看板、あんまー見えんかった、あんまー。今9時54分ですが、全くいい日な、全然余裕やね、これ。あ、余裕やな、これは。さあ、どうかな、これは。この前よりかは、まあ、うん、前よりはいそうやね、これ。とはいえやね、教えてる。あ、そこでレース終わってるわ。前と一緒ぐらいやな。さあ、9時59分なので、もうどうかな。あ、もう前と一緒やん、ほんまにこれ。前、うん、これた、うん、前もこれ減ったもん。ちょっとあの人いるかな。あ、始まった。あ、もう始まった。あ、もう始まった。ちょうど始まった。やった。うわー、ラッピング電車ちょうど来よったな。うん、これは無理やな、さすがに。ちょっとフォーアップしとこう。暗っ。あ、サツキや。あ、ここから、あ、見えん。奏でが、これはダメだ。あ、来た。あ、来た。なんで撮ってんの？今日誰もいない。マジで無言で渡されたけど、うん、これまだよろしいんですか？うん、ありがとうございます。いつもすいません。何枚欲しいの？いつもすいません。何枚欲しいの？いや、自分いつも4枚買うつもりだから、もうこれで買うあれはなくなったけど。じゃあよかったね。いや、一応1枚か。あ、紹介します。ジェフ・コブさんです。痛い。まあ、買ってきますわ。1枚じゃん？1枚は買う。はい、ってことで、自分はちょっと普段から、今日もね、2人に頼まれてるんで、2枚と、あと自分でいつも2枚なんで4枚買えばいいんでね、この方のおかげで。今日1番に並んだんですよね。はい。何時に並んだ？ 4時50分。4時50分。やば。4時50分並べばね、大丈夫です。で、ほら、ここに、だから、5時間ぐらいいたってことだよね。なんてね、リベからで行った快活クラブで、時間過ごして、ああ、はい、そこから3時50分か4時には会計済ませてテクテクする。あ、徒歩で？ゼゼから徒歩で？ゼゼから徒歩で、近かった。あ、これ近いんですか、これ？近い。やめろそれ。はい、ということで、エイヤさん、ほんまにありがとうございます。で、今後ね、自分大道芸 のトランクちょっと もうバッキバキに壊れてるんですけども、これもくれはるいうことで。はい。水天宮の子守あず。言えてへんやん。お授かりお守り。言えてへんやん。赤ちゃんが授かりますように。うん、はい、これが私、ANA から頂戴しました。いいやつっぽいね。はい。軽量でめちゃくちゃ軽くてでかいやつってことで。これは軽量で軽い。これは軽量。ハワイ帰りの。こっちは重量で。ねえ。あ、もう、ベス君帰った？はい。あ、ってことで、じゃあ今からまた
ちょっとどっか飯行こうって話ですね。はい、ということでみんなでブロンコビリーですね。つい先日マボ君と来ましたけども、映画さんはなんとブロンコビリー人生初だそうです。で、ご注文の品は以上でお伺いでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、うまそうですな。はい、ということで帰宅してですね、ベス君に今ソロエユーフォニアム講座をしております。これがね、覚えたら楽しいんですわ。はい、本日ベス君とやっておりますソロエユーフォニアム、まあ、これはもうちょっと自己満動画や。これはこれどうかな、これ奇跡起きるかもしれんぞ。来たぞ、奇跡があるかもしれんぞ。これはね、来たよ、奇跡があるかもしれない。どうかな。俺先行やから、とりあえず朝倉たまりは、どうしよう。いや、これは言っておこう。いきなりトゥッティで、はい、とりあえずトランペットね。で、はい、土屋響きホルンです。ホルンをホルン言うて、もしかして僕滑ったみたいな。はい、引く、はい、おそう、これじゃあ、これはどうかな。面白くない、そんなのやばいな。はい、お、高見すぐるトランペット、ヘイテイ、おお、うん、ほんなら、ちょっとこれむずいな。しかしこれすごいぞ。あー、でももうここかな、切っていくとしたら。ララ聞いちゃいました、もう一度ね。もうやめて。うわ、出たな。お、なんだと、なんだと。井村拓くらいに、せい、なぬ。これほんまにどうなんしようかな。まあでもここやな、ちょっとここか。ああ、どう、おお、いや、おお、どうしよう。これもったいないけどな、これもったいないけどな。いやー、もう平尾すみこすまん、パートリーダーもったいないけどな。これもったいないよ、これは。いや、パーリーってやっぱ強いもん。パーリーっていうの、パートリーダー同士はオッケーと。オッケーオッケー。パートリーダー4人揃ったら3年4人やで。48点よ。パートリーダー同士オッケーだね。オッケーオッケー。楽器が違うことも。もちろん、パートリーダーというね、共通点で。これは。見えない。あ、そうだからね。引いて、そう、引こうぜ。頼むぜ。ああ、そう。こうなったらだから熱いねんけどな。はい、じゃあ、はい、やります。お、かな。フグちゃんね。あ、フルートか。あ、ほな、トゥッティ。トゥッティ。うん、これで。ツバメ、ツバメ、ツバメ、ツッティで、あ、ツッティで、
おーパーカスね。おー3人で捨てると。そう、ミレーか。うわこれすごい引きやなってことは高得点。いやなんやけどすまん森本。ホルンホルンすごいな。さっき俺瞳ララもうほかしてるから、もう一度もう一度もうやめてーの2人やで。どうしようかな。引きます。へい、あ松本切りね。よいしょ、てい。あーさやかいな。トランペット、トランペット、トランペット。わーそんたか。おーっと、5万件だよな。はい、あージュンだね。へい、うわー7マシコいらんわ。サックスあもうだ、4枚役があるってことか。サックス。さあどうかな。イッヒヒ。あ、まさきよ、これさっきはめっちゃ捨てられてるな。これだね。あれやん、あのクラリネット40層のアンコンで1位取ってるメンバーの一人やで。ああ、じゃあチエとかと一緒だよ。ああ、そう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 。え、チエとヒヨコともう一人誰だっけな。ちょっとそれが出てこへんね。せーの。つながってくるわけ。あでもここで捨てられたってことはあかんのか。はい、うん。ああ井上調べパートリーダー坂崎綾子いらんクラリネット。あでもパートリーダーだったよ。うん、パートリーダーはもったいねえぜ。うん、ミスやな。パーリーはもったいねえぜ。だってパーリーって9人いるからね。おお、ミスったってことかね、これは。パーリー持ってた。やっちまったな全然見てなかったんだ、ね。まあ、それは仕方がないね。もう出した方がいいのか、こうやった。出してしまう方が賢いってことか。なになになに。じゃあ、ビバーチェね。ビバーチェ。ビバーチェ。週一。ああ、トロンボン。あ、4枚。強っ。で、1枚、で、1枚ほかして。強い。マジか。はい。純一滝の。うわ。短期待ちか。あ。林ライリアね、パーカッション。さあ、どうや。上がりなのか。否か。ああ、深めすみこね。引っ張り合い。これは、せい。ああ、きっかまやいらんな。でも、トロンボンはアンパイや。まあ、そうとか。うん、トロンボンはアンパイや。アンパイやだ。え、揃った?あ、揃った。あ、サツキーサツキーせい。先生があってもいいってことやから。うん。ああそ うわっ、これ大丈夫か。関係性があってもいいと思うんですね。関係性、いやこのキャラと関係性があっても上がれるってことだ、ね。ああ、そのあの上の文章見てね。怖っ坪先輩。中野つぼみ坪先輩分かんのか、分かんのか。怖え怖え。こんなキャラいたんや。怖いなぁ、これ出すの。これ捨てんのは怖いか。中野つぼみはあれやで。あの、2話で、1期2話で、UFO? ユニフォームのことだよって、はずきに言われてる、これ。あれか。
おお、来たー、時間に振られ。来たで、カルテット。初めて揃った。やったぜ。カルテットマッチか。3年以上経つかな、このゲームって。初めて揃った。やったぜ。やったぜ。そう、カルテット待っちゃってん。やったぜ。イエーイ。はい、ただいまもうね、17時半なんですけども、もう、ベス君と UFO トーク止まらんくて。で、これもう余ってる分なんでね、ベス君にお土産です。ありがとうございます。いえ。さあ、ということでね、もう、ソロ UFO にはもう、楽しかったでしょ。いや、楽しかったっす。ね。あ、どうも、初めて北宇治カルテットを揃えたものです。ね、で、ちょっともう、彼にキャラを覚えてもらおうということで、プロフィールカードを使ってね、揃えて使ってた。で、ちょっと、さあ、誰や、誰やって全員やったけど、多分、正解率、どんぐらい ?2、30ってとこ。いやいや、2、3、もうちょいいるか。30ぐらいかな。3人1人ぐらいしか答えられなかった。うん。いや、まあ、やっぱね、全員覚えるっていうのはもう、普通は不可能なので、ちょっと、おかしいかな。すごい。そう、地下フィナの80人に関してはもう全員覚えてますから。うん。はい。で、今はちょっとね、映しましたけども、こちらね、今日もベス君にお土産です。もうほんまに、ね、もういつも、そう。自分3冊あった、3冊あった。これも実は3枚ありますんでね。じゃあ1個ぐらいいやと思って。はい。まあベス君にはもうしょっちゅうね、こう車出してもらってるんでね。いつもすまんね。はい。ということで、まあ今年はね、今年じゃないわ。今月も、琵琶湖浜松駅のレポートとしては、先月と一緒ぐらいだね。うん、もうついて速攻でも動き始めたから。で、自分に関しては、もういつも通り、あげるって、今回無言で渡したんだけどね、4枚。うん。で、まあ、ちょっともう4枚あればいいかと。まあ、一応2人が頼まれてるんでね、1枚1枚。で、いつも自分が2枚欲しいので、で、まあ、先月も4枚パッと渡されたけど、まあ、一応1枚だけ買っとこうと思いましたけども、まあ、せっかくし、ええかと思ってね。テーマあるし。テーマあるし。で、まあ、その後のブロンコビリーも、もうどこかの富豪の娘がおごってあげるから、とか言って。で、我々ごちそうになってね。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、まあ、次の、UFO 関連のレポートは、定期演奏会かな。11月30日のね。で、まあ、ベス君に関しては、10日の、神奈川公園行くので、はい、ちょっと話聞かせてもらおうか。普通にね。普通に。普通に。うん。あんまりネタバレの話もね。そうやね。ネタバレしたらあかんわ。先生。ほんまや。そう。うん。ほんまや。じゃあ、聞かんとこ。バツでバツで。そうやね。楽しみがなくなってしまうの。そうやね。もし朗読劇とかがもうそのまんまとかされたら、おー、聞いたってなるもんね。うん。ということで、30日に、またレポート。取りたいと思います。あとはね、キャラソンがいつだったっけ？次出るの。11月の。いつだったっけな。多分半ばやと思うんやけど。ただね、ちょっとね、キャラソンに関しては第2弾、第1弾、確かね、レポートとか載っけたけど、確かノーコメントやったのよ。だし、まあ、キャラソンのもレポートは求められてもないんかなと思って。20日か。まあ、だからそのキャラソンレポートは、ちょっと迷うところやな。確かね、コメントないね。確かなかったはず、どっちも。どっちも。ちょっと調べます。はい、OK、調べました。まあ、ボリューム1はコメント2ついただいてました。で、これに関しては、遅れて来たから、今更誰が民間的なことに対して、私が見てますよ、みたいなコメント。で、2がまあコメントなかったから、まあもし要望があれば、やりたいと思います。はい、ということで、まあとりあえず、キャラソンのレポートを取るか、第8回の定期演奏会のレポートを取るかという形になりますんで、まあどっちみち2週間以上は空くかな。で、20日だっけ？第3番が。20日。20日としたらもう19日後。あとアマゾンがまたやらかしてくれへんかどうかですね。はい。ということで、じゃあ、この辺で、今回の、琵琶湖浜松駅、フリーパス、大津線フリーパス、今年最後やね。はい。終わりましたね。終わったね。また来年も、お楽しみに。やってくれるかな？まずそこなんやけど。ないんじゃん。いや、でも10周年やからね。やると思うんやけどな。
そこまで言うのはどんだけ熱が冷めてんか。そうやね、まああることを願いましょう、うん、はい、ということでベスト今日もありがとう、うん、はい、以上です。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。